皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、お客様の方から大会に出ているスタッフの減量中の1週間の食事メニュー教えてくださいということで質問がありましたので、今回私大林のですね、食事の内容についてお話をしたいなと思います。正直ですね、動画を見ていただいているお客様の参考になるかどうかは分かりません。ちょっとでも真似できる部分があれば真似してもらってもいいと思うんですけども、大会に出たいとかいう方でもない限りはですね、あまり真似をしない方がいいと思います。話半分に聞いといていただければなと思うんですけども、早速ですね、私の1週間の食事内容について説明をしていきます。基本的にですね、1週間ずっと同じものを食べ続けるように私はしています。今日はこれを食べる、明日はあれを食べようっていう風にもう決めるのが面倒で、買い出しに行く食材の種類も多くなると面倒なんで、まあ減量の最初にタンパク質、脂質、炭水化物っていうのをもう決めて、それをクリアするためにどの食材をどれだけ食べればいいのかっていうのもまあざっくり決めておいてですね、減量中はその決めた食材をずっと食べ続けるという形で減量を進めています。去年の減量中のタンパク質、脂質、炭水化物、PFC バランスと言われるものなんですけども、まずタンパク質、まあ一番大事なタンパク質は 210g。これは最初から最後まで固定です。脂質と炭水化物は体の状態によって増やしたり減らしたりっていうのをやっていくんですけども、だいたいですね、脂質の量が 50g から少ない時は 20g の間調整をすると。炭水化物に関してはもうちょっとですね、脂質よりも上下の幅が大きくなるんですけども、 120g から 190g の間という形で進めていました。その数値をクリアするためにどういう食材を食べてたのかと言いますと、タンパク質源は皮なしの鶏胸肉と卵、全卵ですね、黄身も全部食べます、とプロテインと、あとは特にですね、脂質を抑えたい時なんかは液体卵白というのをよく使っていました。 Amazon で売ってるやつなんですけども、本当に牛乳パックみたいな、あの紙のパックに1リットルですね、液体の卵白が入ってるんです。まあ冷凍庫に置いといて、まあ使いたい分解凍して焼くと、あの本当に普通の卵焼いたのと同じように使えてですね、味も私は全然普通の卵と遜色ない美味しさだったので、減量のね最後の方、脂質を抑えたいなっていう時はよく使っていました。脂質は何から取ってたかっていうのと、まあ全卵の黄身の方にですね、だいたい1個あたり 6g ぐらい脂質が入ってます。それと皮なしの鶏胸肉でも 100g あたり 2g ぐらいの計算でしてたんですけども、それぐらいですね、ちょっとだけ脂質が入ってますんで、鶏胸肉と卵の脂質で、調整をしていました。炭水化物ですね、これは白米とジャガイモとリンゴ、この3つです。結構意外な組み合わせだと思うんですけども、ダイエットって聞くとね、玄米食べるといいとかってね、よく聞くと思うんですけども、私はですね、もう減量中も減量しない時もずっと1年中白米を食べてます。まあなぜかと言いますと、私実家でですね、祖父が農業やってまして、米作ってるんですね。白米だったらただで実家から送ってくれるんで、お金はかかんないに越したことはないんでですね、味も美味しくて、僕白米が一番好きなんで、もう白米で減量しようと。カロリーさえクリアしてれば、玄米だろうが白米だろうが同じように絞れていくんで、白米がメインの炭水化物に。そして炭水化物の量によっては、まあ、微調整が必要になってくる時もあるんで、そういう時にジャガイモとかリンゴを使ってました。ジャガイモはですね、業務用のスーパーで売ってる、もう茹でて切って冷凍してあるジャガイモが売ってるんで、それをよく使ってました。普通に冷凍のままですね、容器に入れてチンすればもう食べれると。まあリンゴは野菜室に入れておけば長期間持つんで、減量中ね、どうしてもこう甘いものは欲しくなったりするときにリンゴをねちょっとだけかじるみたいなことをやってたんですけども、量の割にですね、意外とカロリーが低くて糖質量も低いんで、まあちょっとしたこう糖質の調整、炭水化物の調整というところで大活躍してくれました。
食材はもうこんな感じで、野菜もかさ増しで取るっていう感じですね。そのビタミン取らなきゃいけないからこの野菜を取るみたいなことはなくて、かさ増しでよくもやしとかキャベツとか焼いて食べてたっていうぐらいのもんです。減量中のまあビタミンミネラルは正直マルチビタミンミネラルを飲んどけばいいかなっていう感じで考えてました。健康目的でトレーニングしてる方は野菜もちゃんと食べてくださいね。ということで、じゃあ具体的に1日どれぐらいの食事をしてたかというと、炭水化物の量とか脂質の量にもよるんで若干増減はするんですけども、基本的には鶏胸肉が 650g、 スーパーで売ってる鶏胸肉の結構大きめの鶏胸肉で1枚 300g ぐらいあるんですね。大きめの鶏胸肉2枚毎日食べてると思ってください。それをですね、朝トレーニングを、まあ僕早朝にトレーニングしてるんで6時ぐらいにトレーニング終わって、ね、まあ家帰って6時半ぐらいに鶏胸肉1枚で、昼食で鶏胸肉もう1枚、全卵で5個、卵5個、これを昼食に食べる。プロテインが 60g、 これトレーニング前とトレーニング後に 30g ずつ飲んでました。炭水化物は基本的に白米が 150g から 75g、想像がつかないと思うんですけども、私の家にある炊飯器で1合が 150g です。なので多めに炭水化物を摂る日は白米1合で、少ない日は1合の半分と思っておいてください。これをトレーニング後の朝食と昼食2回に分けて食べると、その 150g の白米で炭水化物が 120g 摂れます。 75g の場合はその半分で 60g ということで、1日に摂りたい炭水化物の量からまあその白米の分を引いて、余った分はリンゴとジャガイモから取るという感じですね。ジャガイモが 100g あたり炭水化物量 20g、 意外と少ないです。なので 200g から 300g ぐらいお昼に食べてることが多かったかなと思うんですけども、結構なボリュームがあるんで減量中にはね、意外とジャガイモはおすすめです。リンゴがだいたい 100g から 200g ぐらいの間、中ぐらいのリンゴ半分ぐらいのイメージかな、それぐらい毎日食べてました。朝起きてトレーニング前にプロテイン 30g 飲みます。トレーニング後にプロテイン 30g 飲みます。家に帰って朝食は鶏胸肉 350g、 低温調理器で茹でた鶏ハムみたいな感じのね、茹でた鶏胸肉なんですけども、と白米っていう感じの朝食。会社に行って仕事をして、お昼に卵5個、普通に入り卵にしたやつと鶏胸肉 300g と白米またはリンゴまたはジャガイモ、昼食の量かなり多いです。これはなぜかというと、私何回かね動画出してるんですけど、減量中はリーンゲインズというのをやってます。8時間以内に全部の食事を終わらせて、残りの16時間は何も食べないという食事方法をやってましたんで、昼食がもう私最後の食事です。で、昼食からもう次の日の朝まで何も食べないっていうあの生活をしましたんで、朝とお昼の2食でこの食べるべきカロリーをもう全部取ってしまうっていう食事をしてたので、かなりですね1食あたりの食事量が多いです。まあ私の食事はそんな感じということで、減量期間なんですけども、私ですね減量中に出してる動画見てもらうと分かるんですけども、人数を変わるレベルでですねかなり太ってしまうんで、減量期間もそれなりに長く取らないといけないんですね。だいたい8ヶ月ぐらい毎年減量してるかな。去年も3月に始めて最後の大会が11月だったんで、ちょうど8ヶ月ぐらいの減量になったんですけども、8ヶ月ずっとこんな感じで鶏胸肉と卵とご飯とじゃがいもとリンゴを食べ続けるみたいな感じの食事をしていました。なかなかですね、一般の趣味でトレーニングをしてる方が真似するのは難しいかなとは思うんですけども、参考程度にですね、私はこんな食事をしてましたよということで、ご紹介だけしておこうかなと思います。また何かね、私の食事に関して質問とか聞いておきたいことがあればコメント欄に書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。